早や猫ねこおもりは、菊くかこおもり相続の多年層。根茎は短く、直立、または斜上する。茎は直立し、高さは40から150センチメートルになる。茎のチューブにつく葉は、草質で、葉心は、平た三角形状から三角形状ほ、小形で丸みを、おびることがなく。 壊されつし、長さ12から2 2トル、幅17から3 5トルになり、隠れっの先端は、お上に長くまたは短く尖り、基部は心形になる。傭兵は、長さ6から1 2トルになり、全体にわたって、翼があってその基部は、中爆器を抱き、耳と呼ばれる小型の洋章を作るが、洋章は円筒型にはならない。の下半分のみに、 翼がある時もある。夏季は8から9月。登場過序は、円錐状、または層状に多数が下向きにつき、すべて両性の筒状花からなり、頭花の花柄は、長さ3から12ミリメートルになる。双方は、京筒型で、長さ8から9ミリメートル、双方辺は1列で5から7個ある。一頭花は8から9個の筒状花で構成されて、折り、 果敢の長さは6ミリメートルになる。果実は円柱型で、長さ5.5から6.5ミリメートルになる。痩せかで、長軸方向の量が目立ち、毛はない。肝毛は白色で、長さ6から7ミリメートルになる。日本固有種。本州の東北地方の岩手県と青森県南部の太平洋側に偏って分布し、落葉紅葉樹林の林内や林園に生育する。 種商名平野コナンシスは、早知ちねさんのの意味。和名、早知ちコウモリは、北村志郎による命名である。命名者の北村志郎が1952年8月に、早知ちね山麓で採集したものが、タイプ標本となっている。ありがとうございます。